ども皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、りゅうです。さあ本日はですね、10月の今日は11月の9日土曜日、発売になりました遊戯王デュエルモンスターズデュエリストパックレジェンドデュエリスト編6ということで、8箱買ってまいりましたので開封していきたいなと思います。このパック何が強化されているか、何が入っているかと表紙見ていただければね、わかりますよね。そうなんですよ、遊戯、つまりブラックマジシャン強化と、僕のブラックマジシャンデッキが一番好きなんですけれども、歴代主人公が強化されてるんですよ。これほどね嬉しいことはないですよね。このボックスにはなんとホロガールがね、あのマジシャン、ブラックマジシャンガールのホロがね入ってらしいんですよ。なんか8箱になんか1枚くらいの確率って言われたから、だから8箱買ってきましたということで、早速ねブラックマジシャンと、まあヒーローあたりを中心に効果読みながら開封していきたいなと思います。いきましょう。全部開封してる時間がないので、まあ1、2ボックスだけ開けて、あとは結果だけドーンみたいな感じにしていこうかなと思います。ちなみにですね、収録レアリティは、全55種プラス1種類と、まあ再録とかも結構あるんですけど、ウルトラレアが5種類、スーパーレアが7種類、レアカードが13種類のノーマルカードが30種類となっております。15パック入りかな、15パック入りと。もうパックのほら見てくださいよ、パックの表紙がさ、かっこいいじゃん、こんなかっこいいわ。さあそれでは早速開封をしていきましょう。いきなりねマジシャンズナビゲートから来るっていうね、再録されましたので、再録まあ嬉しいですよね。ブラックマジシャンデッキをこれから組むっていう人にもスカイスクレーパー、あ、じゃあ新規エレメンタルヒーローサンバイザー、違うわ、サンライザーエレメンタルヒーローサンライザーと、結構これ効果強いんですよね。なんか融合召喚条件が属性が異なるヒーローモンスター×2と、簡単ですね。レベルが1、2、3、4、5、6、7で、このカードは融合召喚でしか特殊召喚できないが、融合召喚特殊召喚に成功するとミラクルフュージョンを持ってきますと、ミラクルフュージョンを持ってこれて、で属性、フィールドのモンスターの攻撃力が自分のフィールドのモンスターの属性の種類かける200アップすると、ヒーローっぽいですね。で、このカード以外のヒーローが攻撃する場合、攻撃宣言時にフィールドのカードを1枚破壊できるよと。幻想のクロマ同士だっけ、ブラックマシャン攻撃する場合なんか1枚除外するみたいな感じの効果ですよね。だから多分まあ巻き戻るかな、攻撃宣言時に1枚破壊するからもう1回ヒーローを巻き戻って攻撃みたいなことができると思うんで、これ結構強いです。やっぱそもそも出して、やっぱミラクルフュージョン持ってこれるんで、あれですよね、そのままミラクルフュージョン打ってアブソルトゼロかなんか出しときゃいいんですよ。強いですね。ロッチ、つえーつえー、あ、来ました、マジシャンズコンビネーション。これがあの新しい新規の、永続トラップですね。マジシャンズロットでサーチができますよと。で、自分のフィールドにブラックマジシャンかブラックマジシャンガールがいれば、どっちかリリースしてどっちか焦るよと、墓地からかな。だからちょっと難しいですね、条件的には。まあ新規使えば多分いけるんですけど、ちょっと難しいんだけど、そういうことができて、で、それやると、一旦に一度魔法トラップモンスターの効果が無効になるよみたいなことですね。でこいつが破壊されるとフィールドのカード1枚を選んで破壊できますよみたいな感じなんで、結構強そうではある。あ、じゃあ魔法トラップゾーンの表表のこのカードが墓地に送られた場合だから、別に自分から送ってもいいんだ。なるほど、キモイルカ螺旋のストライクバースト入れろ、魂のペンデラム天空に描け光のワーク。あ、あれですね、あのオネスティネオスも最後になりました、嬉しいです。逆にいいですね。お美しい、あ、ちょ見にくいかな、お美しい、見てくださいこれ、うわ美しい。いきなり出ました、ワンボックス目からいきますよ皆さん、ご一緒に、せーの、ガドーいやー美しいですね、非常に美しい。ブラックマジシャンガールはそもそもホロがあるんですけどね、もうすでにこれです、これです、これ、あの WCS2017 だっけなの、来場特典みたいなやつなんですけども、僕これ高いんですよ、これめっちゃ高いんですよ、これ、これなんか20万弱ぐらいするんですけど1枚確かそのシリーズがもう今10何万はするんですよ多分、これこれ一番高いですけど、これ使うことは多分ないけど嬉しいね。さあしっかりと自慢したところで
引き続きやっていきますよ。いいですね、見習い魔導士。いいですよ、見習い魔導士もなかなか再録が嬉しい。で、黒の魔導陣も再録ということで、ブラックマジシャンデッキこれ買えば多分なんかある程度パーツ揃います。結構まあ魂とかないけどね。あ、ジェットシンクロも嬉しいですね。あー、なんだかんだね、これ何枚やっても足りないカードやから。あ、シンクロチェイス、なんかね、シンクロモンスターが出るとなんか墓地からなんか素材にしたシンクロモンスター出せるよみたいなカードなんですよ。だからなんか連続シンクロみたいなのができるようになりますよね、確か。これなかなか、あ、来た、サテライトウォーリアー。これがね、郵政の神経魂みたいなカードですね。このカードがシンクロ召喚に成功した場合、自分の墓地のシンクロモンスターの数まで相手のフィールドのカードを対象として破壊すると。強いよ。で、このカードの攻撃力が破壊した数かける1000ポイントアップしますよ。めっちゃ上がるよ。で、シンクロ召喚したこのカードが破壊された場合に、自分の墓地からレベル8以下のウォーリアー、シンクロン、スターダスト、シンクロモンスターを3体まで選んで特殊化すると。結構まあ耐性はありますけど、まあちょっと破壊っていうのがね、なかなか破壊耐性いろいろあったり、対象取れなかったりするんで、まあそんな別にこいつ自身はちょっと強くないかなと思いますけど。お、ゴズミックブレイザーもまさかのノーマルでね、再録ということで。まあこれあれですわ、シューティングクエサみたいなもんだわ。ジェットシンクロン、で、オノマトピック。これがなんか新規かな。まあちょっと僕ガガガとかね、ね、組んでないかわかんないんだよね、魔術師とか。ペンデラムとかもマジでわかんないから。ペンデラム次元マジで。ペンデラム次元いざわかんねえっていう、プレイヤーなんで私。ペンデラムデッキ使われると、なんかもう黙るっていう。ズババン、ズババン番長。なんか今回ガガガマジシャンじゃなくてガガガガマジシャンみたいな。なんかガガ1個増えたみたいなやつがいるらしいですよ。幻想の未来魔導士ね。調律、お、調律、調律なんかデュエルリンクスにも来ました。スキルでね。で、ネオスペーシャルアクアドルフィン、キモリカ、ヒーローアライブ。ヒーローアライブなんだかんだ嬉しいね。あ、これ強えんだよ、確か。確かね、フェイバリットヒーロー強えんだわ。レベル5以上の、ヒーローモンスターにのみ装備可能ですよと。このカード名の丸2番の効果は1ターンに1度しか使用できませんよ。で、自分のフィールドゾーンにカードが存在する場合、装備モンスターは、守備6分攻撃力がアップしますよ。まあ、つまりコンセントレートになると。で、相手の効果の対象になりませんよと。強え。もう相当強え、もう。マルチバンめっちゃ強いよ。フィールドゾーンにカードがなきゃいけないんだけど、丸2番の自分相手のバトルフェーズ開始時に、手札、デッキからフィールド魔法カードを1枚選んで発動できるよと。これだから、まあ、ヒーローで言えば、さっきもあったスカイスクレイパーとか、あとダークシティとかね、あの辺が発動できたりとか、まあ、そのフィールド魔法だったら何でもいいから、まあ、例えば暴走魔法陣発動してアレイスターを追ってくるとか、いうこともできますよね、これ多分ね。で、装備モンスターの攻撃で相手モンスターを攻撃、じゃあ破壊した場合、このカードを墓地を送ってもう一回攻撃できますよと。これは強いね。あとイラストがやっぱかっこいいね。永遠のマイフェイバリットヒーローのさ。ただね、僕ね、欲しいカードがあってね、マジシャンズソウルズっていうやつがあるんですけど、まあ、そいつが出てくんないとちょっと困るなとは思ってるんですが、あ、来た、エレメンタルヒーロー、ラケットマン、ラケットマン、水属性モンスターですよと。まず水属性モンスターでエレメンタルヒーローっていうだけで価値がありますよね。なんでかっていうと、アブストルが出るから。で、このカード名の丸1番、丸2番の効果、それぞれ、じゃなくて、いずれか一つなんで、どっちかしか使えませんよっていう効果なんですけど、これね、どっちもめっちゃ強いんですよね。このカードが召喚に成功すると、墓地のレベル4以下のヒーローモンスターを、特殊召喚できるよっていう効果が丸1番で、で、丸2番がヒーロー融合モンスターの素材になったら、2枚ドローして1枚捨てるみたいな効果なんですよね。だからまあ、ディスクガイが拾ってきて、蘇生して2ドローみたいなのもできるし、アブソル出しつつ2枚ドロー1ってができるから、めちゃくちゃ強い。これね、今までね、僕ね、ヒーローデッキね、バブルマン入れてたんですけど、多分ね、リキッドマンになるね。多分リキッドマンになる。クリクリーン、クリーン。あ、来ました。最後に新規カード、黒魔術の秘技。だから、ね、融合か儀式どっちもできるみたいな速攻法っす。ちょっとね、手札からフィールドのモンスターを墓地送るっていう感じなんで、普通の言うことが儀式なんですよね。だから、まぁ、ちょっとそんな使うかって言われると微妙なんだけど、まぁ、どっちもできるのは、ごちゃ混ぜデッキができるから、ありがたいっちゃありがたいね。まぁまぁ、1ボックス目はもうこれが出てくれただけでね、満足ですわ。じゃあちょっと2ボックス目も一応回復していこうかな。さぁ、2ボックス目を見ていきましょうか。2ボックス目ちゃんと見て、あとはまあそうですね、結果だけドンか飛ばし飛ばしでいくかみたいな感じかな。ミラフィュー、あ、来た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 、
これですよ皆さん。多分僕これサムネにしてるんじゃないかな。超魔導士ブラックマジシャンズ、もうあの乗っただけ融合とかね、あのいろいろありますけれども、もはやね乗ってもいませんし、ただ並んでるだけ、ただ並んだだけ融合、ブラックマジシャンまたはブラックマジシャンガールと魔法使い族モンスターで融合できますよと。で、一旦に一度、魔法トラップカードの効果が発動した場合に、自分はデッキから1枚ドローするよ。で、そのドローカードが魔法トラップカードだったらセットできるよ。で、セットしたらそのカードはすぐ発動できるよと。で、このカードが破壊されると、ブラックマジシャン、ブラックマジシャンガール、1体ずつ自分の出たデッキ、墓地から特殊召喚できるよと。まあもちろん、手前をそのマナコで出せます。まあね、ただね、あのね、またね、ちょっとまた別のパックで、なんかやべえ、レッドアイズとブラックマジシャン融合する、マジで頭おかしいやつが来るんですけど、そいつの方が強いんだけどね、ぶっちゃけね。まあ、ティマイオスで出すとしたら、あと、竜騎士とかの方が、まあ、なんだかんだやっぱ強いんで、まあ、こいつ出すかって言われると微妙っていうところあるんですけど、まあ、ロマンはありますね、非常に。ロマン性が高い。あとね、めちゃくちゃかっこいい。もう、かっこいいだけで十分。さあ、そろそろブラックマジシャンカードが欲しいところではあるが、来た！来たー！これやマジシャンズソウルズ、これがねガッチ強えんだわ。効果説明しますわ。ちょっとあの分かりにくいんだけど、丸1番丸2番の効果それぞれ一旦に一度しか使用できませんよと。丸1番、このカードが手札にある場合デッキから、レベル6以上の魔法使い族モンスター相手墓地を送って、効果2つあるんだけど、どっちかから選択しなさいよ。このカード特殊召喚するか、墓地を送った後に、自分の墓地から、ブラックマジシャンか、ブラックマジシャンガールを特殊召喚するか。で、マネジマンが自分の手札フィールドから、魔法トラップカードを 2枚まで墓地を送って、墓地を送った数だけ自分はデッキからドローするよと。まあだから、手札入れ替えもできるよという感じなんですけど、これ何がやばいかっていうと、これ1枚から、ブラックマジシャンか、ブラックマジシャンガールが出せるんですよ。要は、その、墓地送るカードがブラックマジシャンだった場合、ブラックマジシャン送った後に、で、こいつの手札から捨てて、墓地のブラックマジシャンを特殊召喚できるよ。まあ、もちろんブラックマジシャンガールを送って、こいつ墓地送った後にブラックマジシャンガールを特殊召喚できるよっていうこともできるんで、だから、簡単に言うと、ブラックマジシャンかブラックマジシャンガールになれるよっていうカードなんですよ。だから、ブラックマジシャンになったらすぐ手前押しできるし、これだから、マジシャンズソウルズと手前押しのマナコがあれば、いきなり竜騎士ブラックマジシャンとか、今度新しく出るドラグーンオブレッドアイズドラグーンみたいなのも出せるんですよ。めちゃくちゃ強い。これは3積み安定やと思います。ブラックマジシャン新規だったらこれ3枚欲しいんですよね。やったぜ、マジシャンズソウルズはでけえぜ。3枚集まるかな。8ボックス買ってっから3枚集まんじゃねえかなと思うんだけど、さすがにクズデスのシグナル、もうかっこいいやん、強いのかなこれ。新規モンスターを素材として必要とするシンクロモンスターが自分のフィールドに存在して、相手がモンスターの効果が発動した時にその発動を無効にする。発動後このカード墓地を送る、そのままセットする。あ、強いやん、強っ。シンクロモンスターを育てするシンクロモンスターがいれば、こうモンスターの効果を毎ターン1回無効にできるんだ、カウンタートラップで。強い、これなかなかいいですよ。このボックス結構良かったですよ。いいね、君かわいいね。さあ、このボックスはこいつがね、こいつらが出てくれたんで大当たりですね。僕にとってはマジシャンズソウルズ、あと2枚出していこう。ちょっとこいつ出たんで触れときますわ。魂のしもべっていうね、このカード、ブラックマジシャンの新規カードですね。このカード名のマジバの効果一旦一度しか使用できないよと。自分の手札デッキ墓地から魂のしもべ以外のブラックマジシャンのカード名、またはブラックマジシャンガールのカード名が記されたカード、ブラックマジシャンのうちいずれか1枚を選んでデッキの一番上に置くよと。で、自分のメインフェーズに墓地のこのカードを除外して、お互いのフィールド墓地の守護神官モンスター、ブラックマジシャン、ブラックマジシャンガールの種類の数だけデッキからドローするよと。だからブラックマジシャンと名前が記されたカードだったらいいんで、例えばロットとか、あとさっきのマジシャンズソウルズとか、あの辺も一応デッキトップには置けるんですよ。で、墓地かフィールドにブラックマジシャンかガールがいれば、そのまま墓地のこの除外する効果使ってワンドローできるんで、まあ、実質サーチみたいなことができるんですよね。で、最大ね、4ドロー。なんか守護神官モンスターとブラックマジシャンとブラックマジシャンガールの種類って多分4種類あるから、最大4ドローできるんですよね。まあ非常にロマン性の高いカード。で、
ま、基本的にはマジシャンズソウルズと一緒に使うと、マジシャンズソウルズでブラックマジシャンかブラックマジシャンガールを特殊召喚するか墓地を食っといて、魂の呪文を使ってワンドローができるから、実質サーチみたいなことができるんですよね。まあ、そんな感じの付け方もできるし、あと魂の呪文を使った後に黒の魔導陣使って、実質サーチみたいなこともできるし、あ、もちろん、ナリキンゴブリンとか、あのチキンレースとか、ああいうカードでも一応サーチになるんで、こいつ結構強いですね。こいつ結構強い。ということで、結果発表スーパーやっぱきっついわ。スーパーにこういうのいるのやめてくんねえかな。リキッドマン出すぎリキッドマン出すぎ。あとこいつらもね、まあ、ブラックマジシャンズぶっちゃけね1枚とかでいいんですよ。こんないらねえわ5枚も。あ、これも4枚とかね、まあ、ウルトラはまあまあまあ別にいいか、まあ、エクストラモンスターが多いんで、まあ、1枚とかでいいんですけど、ぶっちゃけねいいんですけど、これスーパーきついわ。やっぱスーパーめっちゃきつい。マジシャンズソウルズが3枚出てくれたんで、まあ、これは良かったかなと思うんですけど、魂のしもべがこれね、エアプ感で2枚はいるかなと思ってるんですよ。でこれシングルがいいかな、さすがに。リキッドマンもまあこんなにいらないんで5枚は意味わからんから、これをもうちょっとこっち側にこう振っていただきたかったかなという。あとジェネレーションネックスとかね、この辺のヒーローにちょっと愛されましたね今回は。まあレアはさすがになんか全部揃ってるかなと思うんで、いやー辛いなー。いやリキッドマンが辛いわ。リキッドマン5枚はいらないわまあ強いんだけどね、ちょっとだけ嫌いになった、ちょっと嫌いになった。うん、というわけで今回の動画は以上となります。まあそこそこかな、8ボックス買ってそこそこの結果ですかね。まあ、あとは魂のしもべをシングルで買ってこようかなと思います。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。夢の魂のペンダル、天空に描け光の輪。